皆さんどうも、まきるです。今回はね、2023最後のねランキング動画ということで、全キャラね最新版の最強ランキングねトップ5を考えてきたので、それについてね話していこうかなと。まあ、この時期にね、たまには全キャラね、いつもだったらさ、種族ランキングとかさ、何か縛ってやってるんだけどね、今回はすべてね、総合で見たね、トップ5を考えてきたので、まあ、トップ10とかさ、まあ、トップ20とかもね、しようかと思ったんだけど、それするとね、もうランキング一生ね、迷いすぎて決まんないから、本当に強い5体をね、今回ね、ピックアップして決めてきたので、まあ、ランキング形式でね、一体ずつ話していこうかなと。いや、本当にね、2023はね、強いキャラめちゃくちゃ登場したイメージ。まずはやっぱりさ、ウルトラゼットランクが来てね、インフレも一気に加速したし、このイベントではね、種族効果も登場ってことで、まあ、最後にね、もう2024に向かう最後のインフレみたいな感じでね、まあ、来年もね、もう最初ホロライブだしね、一気にまたね、どんどん強キャラがね、来そうではあるけど、まあ、現状この2023のね、29日に撮ってるんだけどね、この現時点のね、登場の全キャラの中で最強のね、5体をここからは話していこうかなと。早速ね、5位からなんですけど、5位は、まずね、砦ですね。まあ、ウルトラゼットでもね、本当に強いキャラは、まあ、ランキング入るけど、まあ、5体しか入んないからね。で、まず5位は、このキャラですね。まあ、今年もね、暴れたね、軍神。確かこのキャラは2022かなに登場したキャラだと思うんだけど、まあ、2023もね、暴れまくって、まあ、一時期はさ、ミッションで秒数制限もあったんだけど、制限がないところではね、当然暴れまくるし、今イベントでもさ、裏捨ての1の5でもね、ご利用してね、軍神を使った攻略とかもね、できたんで、本当にこのキャラはね、怖すぎる。怖すぎるっていうかもう強すぎるわ。まあ、技が一応抑えするとね、大量消し で、スキルがね、繋がりやすいだったらフィーバー加速で、まあ、豪傑のベスパにはね、もう外れてしまうかもぐらいにはなってるんだけど、やっぱりね、強敵戦ではね、唯一レベルのね、A 級特攻級にね、本当に強いキャラなんで、まあ、このキャラはね、普通に、総合で見てもね、5位にランクインしていいんじゃないかなと。で、続いてね、4位なんですけど、本当に直近のキャラで、まあ、この辺は正直ね、人によっては全然ランキングね、入んねえよって人もいるかもしれないんだけど、もう一番最新だね、紅白アイドルエルゼミキャラね、このキャラがね、4位で、技ため持ってて、スキルがね、もうぶっ壊れないよね。ウルターゼットランクの種族効果 24% で、さらにね、溜まった状態スタートで、技の演出もさ、比較的早いってことで、まずね、種族効果によって、まあ、おはじきとかね、いろんな場面で活躍できるし、強敵戦でもね、当然ステータスアップでめちゃくちゃ強いし、さらにね、溜まった状態によって周回キャラとしてもね、使えるし、技ためのね、即打ちってことで、現状ね、プリチーの即打ち技ためはコマスタンしかいなかったのがエルゼミキア追加されてるから、まあ、もうダブゼッカウルターゼットっていうね、圧倒的差があって、まあ、エルゼミキアめっちゃね、技ため、即打ちとしてはね、圧倒的強いし、希少性もあるってことでね、まあ、そういうところも総合考えるとね、まあ、全てが強いんで、普通に4位にランクインしていくんじゃないかなと。今後もさ、技ため枠としてもね、全然種族、プリチーだけじゃなくても活躍していけると思うんで、まあ、4位になるかなと。で、続いてね、3位がこのキャラね、もうほんとね、2023最後に一気にね、やばいキャラが登場したよね、2体。次が夏読みサンタラね、このキャラはスーパーフィーバーね、めっちゃ強いの持ってて、スキルがまだ自分はね、2位解放してないんだけど、フィーバーになったらね、技ゲージが溜まる、めっちゃ強くて、さらにね、スキル2で、もうおなじみのね、種族効果スキル。エルゼと同じだね、24% アップ。やっぱね、プリチーを一気にね、ぶっ壊れレベルの種族にしたね、このスキル2のね、種族効果アップなんだけど、本当にやばいわね、結局ね。ウルターゼットのね、24% は本当についてるだけでやばいから。で、技もさ、さらに強敵でね、一番いいスーパー、まあ、トップ2ね、スーパーフィーバー持ってるんで、火力もぶっ壊れながら、種族効果によってね、いろんな場面で活躍できて、ポカポカってね、かなり早くフィーバーインしやすい、種族にはもうなってるんだけど、それとかなり相性のいいね、スキル1のフィーバーになったら技で溜まるっていうのを持ってるから、まあ、このキャラもね、弱い部分が気温なくて、まあ、余裕でね、3位に入るんじゃないかなと。まあ、エルゼと夏海迷ってたんだけど、さすがにスーパーフィーバーの方がね、使い勝手はいいかなと思ったらね、夏海を3位にしたかな。さあ、で、こっからがね、2位だね、次が。2位はね、一気にランク下がります。まあもう大体ランク下がるって言われた時点で、もう誰かね、察せる人がほとんどかもしれないんですけど、ニョロン族でね、まあこれはもう1位がもうね、別格と言ってもいいキャラにはなるんだけど、もうランキングに入れていいんかわかんないけど、極土地の子だね。このキャラは技はね、タップした方向に2本のね、光線を打つってことで、まあ普通のね、技なんですけど、スキルがね、もう、やばいよね。これ Y ポイントアップ5ポイントよ。スキル5にしたらね。まあこれはもうね、何年も、もうガチの A 級特攻。うん、もう普通のさ、Y ポイント特攻よりね、強い時が多いぐらいなんで、まあ極土地はね、もう2位と思いきやもう1位を超えたもうね、別格みたいなね、本当にこのキャラはね、一生周回でね、使っていけるキャラなんで、まあ、極土地の子はね、当然最強ランキングね、総合で見たら2位に入ってくるかなと。で、ラスト1位ですよ。まあ、極土地がね、2位になるなら、
もうね、クロスエンバがね、何位になるかな、クロスエンバ待って、ごめん、言っちゃったわ。はい、ということでね、言ってしまったけど、なんで最後にこんなミスるんだって感じだけど、クロスエンバがね、当然1位です。はい。まあもう、この動画見る前からね、正直クロスエンバほぼ1位だろう。まあ、クロスエンバか極土地どっちかだろうと思ってた人が多いと思うんだけど、まあ、この件は当然ね、1位で、技がね、大量消しで、めちゃくちゃね、強くて、スキルがね、まずスキル値によって、今イベでもなんだけどね、周回イベ、まあ、あとはマップね、おはじきであろうがね、進めるときに絶対使うんだよね。だからクロスエンバはね、全部のイベントで顔出してくる。で、さらにさ、おはじきイベントになると、スキル2でね、もう本当になんだろう、特攻、弱い小よりは強いし、中よりもね、強いんじゃないかぐらいね、本当にぶっ壊れてて、まあ、やばいね、これはとりあえずね。クロスエンバいなかったら、ランキングとかもおはじきさ、きついぐらいね、まあ、必須のキャラになってるから、特に通常特攻とかはね、だから通常特攻よりね、クロスエンバ強いんで、気温はね、マジで。だからこのキャラは本当にね、もう、周回でも強い。おはじきでは本当にね、永久すぎる特攻なんで、まあ、圧倒的1位なんじゃないかなと。まあ、そんな感じからランキングとしてはね、だからもう一回言うと5位が軍神、4位が紅白エルゼ、3位が、夏読みサンタ、2位が極土地、1位がクロスエンバって感じかな。で最後ね、せっかくだしね、今言ったランキングのね、5体でちょっと、少し技とか打ってね、楽しんでというか、遊んで終わろうかなとね、せっかくこの5体ね、紹介したんで、まあせっかくだからね、最後使おうかなと。だから今回は、ウルトラ Z が3体、で、トリジェが1体、で、SSS が1体入った感じかな、ランキングにはね。まあ当然、ウルトラ Z はさ、やっぱ、ランクが高い時点でかなり優遇というかね、もう強いキャラが多くなるのは当たり前だから、ランキングにはね、入りやすいかな。それでも、軍神とか極土地ってもう何年前のキャラよ。結構経ったのにね、未だにこの最強、個人的にはね、トップに入ると思ってるんで、みんながさ、ランキングもね、トップ3とかでもいいしね、トップ5。まあ、頑張ってとか考える人はね、トップ10とかね、コメント欄に書いてくれたらね、めっちゃ面白いかなと思うわ。じゃあこれでね、最後ね、5体で遊んでね、終わろうかなと。いやー、マジで2023はね、強いキャラかなり出たイメージ。個人的には2022よりもね、強いキャラ多いんじゃないかな。ちょっと、そこまであんまり覚えてないけど。じゃ、このステージでね、やっていこうかなと。いや、2024はさ、マジどうなんだろうね。まずホロライブから始まって、いや、まあ、あとさ、なんだっけな、運営さんのそう、PV でさ、KO のなんか進化版みたいなね、あれも発表確定してるから、あれめちゃくちゃ強そうだよね。個人的には勇ましのさ、24% 持続効果アップとかも来そうだから、もう2024の終わりには多分ね、全キャラね、全種族ね、持続効果アップが実装されて、もう本当にね、プニプニが大丈夫かレベルのインフレ加速しまくってると思う。まあ、2023もかなりのインフレだったけどね、ランクが1個動いたっていう年だから、まあ、でも本当楽しいな。なんだかんだプニプニね、面白いんよな。うん。じゃあ早速ね、これでフィーバーインして、ちょっとまだ夏海のスキルには解放できてないんだけどね。じゃ、これでフィーバーインして、やっていこうかなと。さあさあさあ。さあ、これでクロスエンバで、まず大量消しでね、コンボ稼いであげて、これ先に夏読みサンタ打った方がよかったな。まあいいや。で、夏読みサンタ打ちます。スーパーフィーバーね、マジで強力だね。で、これで軍神 G 技してあげて、軍神打ちます。てか、種族こんなにバラバラなのにさ、この火力ってやっぱり、壊れてるな、明らかにこれね。マジでぶっ壊れてると思うわ。で、技ためのね、エルゼ打ってあげて、演説めっちゃいいよな。で、極節ちょっと1回ぐらい打ってあげようか、せっかくだからね。これね、極節時止めてくれるんでね、フィーバーゲージ地味に減らないのありがたいよね。で、次ね、技ためたクロスエンバ打ちます。で、夏読みさんとね、もう1回打っとく。もういい感じループできてるけど、正直これ、何分もループしてもね、あんまり面白くないから、まあ、ラスト軍神打って終わろうかな。いやー、やっぱみんなの技演出もいいしね、強いっていう感じだわ。はい、というわけでね。まあ、こんな感じかな。いや、マジで2023はね、まあ、ちょっと、なんか、おかしいな。2023強いキャラって言っても、軍神と極土地は違うけど、まあ、左3体は特に今年でね、やばい3体だと思う。まあ、なんだろう、左2体は本当にね、今年の最後に来たけどね。うん、最後にこんな来るみたいな感じではあったけど、いや、来年もね、どんな強キャラがね、出てくるのか、でね、楽しみだわ。いや、地味に相手のタイムで落ちてるっていうね。さあ、まあ、今回はね、こんな感じで終わろうかなと。まあ、途中にも言ったんだけどさ、みんなのね、思うこととか、まあ、意見とかもね、あとランキングとかもね、良ければコメント欄にね、書いてくれればいいかなと思います。はい、というわけでね、今回は以上になります。良ければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。